りなちゃんも着てるんですけど、きらなさんが着てるのとは別に一緒ですよ、色違いです。はりなちゃんがですね、ここでほら基本的にパンツ合わせる感じですかね。パンツか、あとレギンスとかミニのパンツ履いといてもらったら下もほんと肌素足とかでももうちょっとしたらいけるので、裏つけない、つけないです。裏地がちゃんとここと、あとキャミソールとしてここにちゃんとついているんです。中のキャミソール型が中についているので、気に入って、ごめんなさい、今はねこうなってるんですけど、このシフォンはちゃんと透かしたいところは裏地もちろんなしで、こういう感じでついているの で腰のリボンも結構可愛いチャームポイントとして、腰に何もついてなかったらぼんやりした感じになっちゃうんですけど、ここで色締めているのでおしゃれな感じになってます。でこのリボンを取り外しができるので、外してもらって普通の茶色のベルトに変えてもらったりするだけでだいぶイメージが変わります。